はい、どうも皆さん、こんにちは、ユアヨンでございます。スプラトゥーン2ヒーローモード最速攻略、やっていきましょう。今回、ステージ11でございます。ステージ11は最初ね、左に渡って、ここにあります。すぐですね。はい、ということで、スタコラーの空中庭園。センナサを追いかけて。ということでね、まあこのコースは非常にね、めんどくさいコースですかね。はい。では、やっていきましょう。まずはジャンプします。そしてね、こいつが出てない。あいつですね。あの、逃げてるやつが、センナサっていうかな。あれ、ちっちゃいやつだった。切なさじゃない。センナサだね。はい。ということで、こいつを追いかけて、まあ、ここでね、動きは止まるんで、鍵をゲットして戻ります。そしたらジャンプです。そしたらまたいますんで、まあ、追いかけていきながらこんな感じでやると、すぐ仕留められます。右に行こうとして戻るので左に行くと、まあ騙し合いですよね。はい、そしてここも進んでいって、でここ上に登って、ここでね2体のやつがいるんで、まあこれを、倒しながら、で1人が倒すと鍵が出てくるんでね、もう1体倒しても何も起きないんで、もう1人倒して鍵ゲットできたらもうそれで結構です。はい、そしたらまた進んでいき、そしたらここも普通に進んでいきます。そしてこのレールを渡っていき、でここでまた現れるかな。はい、またあいつが出てくるんで、まあ追いかけていきます。そしてね、あの木のあるところ、ここですね、ここで、ずっとぐるぐる回るんで、まあ、ぐるぐる回さないでもさっさと仕留めてしまいます。そしたらさっさと戻って、このドアのところに戻ると、そして飛びます。そしたらレールにすぐに色をつけ進んでいきます。はい、そしたらここで、これね、まあ、網の上でね、まあ、追いかけるわけなんですけど、この真ん中の網、ここで折ります。そうするとね、もう1体いるんでね、こいつを倒すと、はい、ミステリーファイルがゲットできるんで、しっかりこう取っておきましょう。で、ここでね、ちょっとあの、めんどくさいんですけどもね、まあ、運なんかも絡んでくるんですが、まあ、追いかけていき、そして、まあ、あの辺に行くんですけどもね、この辺で1回降りとくと、ジャンプして戻った時にそこに立派なしずっといるので、確実に仕留められます。はい、そして鍵ゲットして開けて進みます。でこの辺は別に何でもないんでね、まあ、普通にね進んでいきましょう。そして最終チェックポイントです。ここで渡っていき、最後ですね、ここもうめっちゃね、最後にめちゃくちゃいるんですよね。まあ見分けの方法はないんでね、もう片っ端からね、仕留めていくしか方法はないんですけども、上にね、あのこの階段が上にあるっていうんですよ。この階段の上に登った先に、マルチミサイルがあるんでね、それ使うとね早く倒せますけども、まあ、今回は使わないでなんとか頑張ろうとします。どうも、やっぱり使っちゃおうかなと。時間かかっちゃったね。まあこれを使えばね、こっちじゃなくてこっちだよね。まあこれは確実に倒せます。そして鍵を2個ゲットね、鍵2個ゲットしたら、ここまず1つ目でここでいりこにもゲット、そして扉に向かって扉の鍵を開けて飛びます。はい、そしてで、壊してクリアです。はい、3分59秒。まあ、4分近くね、かかってしまいました。はい。ということで、ね、ステージ11でした。まあ、なかなかめんどくさいコースでしたよね。はい、ということで、チャンネル登録もぜひ、まだしない方はよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにします。では、皆さん、さよなら。